ビットコインがこれから価格を上げてくるかもしれませんので、この動画で解説していきたいと思います。皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回は冒頭でお伝えしたように、ビットコイン今かなり価格落ちてきているんですけども、これからかなり盛り返してくる可能性が個人的には結構あると思っているので、短期的にはどうかわからないんですけども、中長期で見た時にはとりあえず今の天井になっている25,200〜300ドル付近のところを抜いてくる可能性もありますので、その根拠っていうのをこの動画で解説していきたいと思います。なので今仮想通貨注目されている方だったりとか、現物を仕込もうか迷われている方だったり、トレード勉強中の方はぜひですね、動画を最後まで見て少しでも知識を入れていただければと思います。はい、そして動画の前になんですけども、現在私の方は個人 LINE だったりとか Discord っていうのを運営させてもらっております。個人 LINE の方も現状で今5000名ぐらいの方が友達で追加してくださっており、毎日ですね、トレードの手法だったりとか、今の相場どう思いますかとか、この仮想通貨のコインどう思いますかっていうような LINE が結構届いて、私がそれに応じてるっていう形になりますし、ディスコードの方も今現状で5500名ぐらいの方が入っておられて、毎日ですね、ディスコードの方は皆さん自由に話せるようになってるので、皆さん和気あいあいと毎日話されてるっていう状況になります。なんで両方完全無料でやっていますので、入っていて損はないかなと思いますので、ぜひですね、気になる方は概要欄に2つとも載ってますので、ぜひお気軽に登録してみてください。はい、それではやっていきたいと思います。まず見てほしいのが、こう今パッと出てると思うんですけども、エリオット波動ですね。最近はよくこのインジケーター入れてからエリオットも意識して見るようにはしているんですけども、まずエリオット波動で見ると今4時間足で見た場合かなり決まっている状態になります。今見てもらうと、ここからが1杯になっていて、ここですね、ここのとこから1杯になって、2345ってきて、今修正波の A、B が来て、今 C 波でここで終わったんじゃないかっていうような、ここで反発が見れればですね、もうちょっと C 波で終わったかもっていうような状況になります。でエリオット波動っていうのは推進5波とこれですね、この青色の線ですね、ちょっと細いんで見えづらいかもしれないんですけども、この1,2,3,4,5 のこれが推進5波といって、そこから今、修正波って言っていたこの A、B、C ですね、これが俗に修正波3波って言って、これが1個の動きになります。で細かく言うと、この中にもこの1波の中にも一応この推進5波1,2,3,4,5が入ってるっていうようなイメージになります。はい、で今その動きっていうのがもしかしたら、終わったというか、今のところ A、B まで来ててほぼ確定してて、ここで本当に抜けなければですね、 C が確定して、そうなるとある程度もうちょっと上をまた目指してくる動きになってくるかなと思います。なんでイメージで言うと、すごい安易なんですけど、ここで仮にも C が確定した場合っていうのは、また1,2,3で4,5で来て、またもっと上に行く可能性も全然、考えれるかなと思って見てます。はい、これがまず1個の根拠ということではないんですが、1個の根拠になります。で、もう1個見てほしいのが、はい、ここですね、ここのところ、俗に言うピンバーも出てるんですけども、まず見てほしいのが、ここの黄色い線、細い線があると思うんですけども、これ4時間足での 200EMA になります。で 200EMA っていうと、基本的にはその時間足で 200EMA より上にいた場合、は上昇トレンドで、下にいた場合は下降トレンドって見るんですけども、で今現状ですね、そこの境目のところで落ちてきて、ここですね、もうピンポイントで今一応はリバウンドしてるっていう状況になってます。なのでこれは結構いい、根拠になってきて、ここをまず下髭で終わったのもいいですし、そこからですね、ここのちょっと見えにくいかもしれないんですけども、これですね、この俗に言うピンバーっていうのがあって、これはプライスアクションの一つの形になるんですけども、ピンバーっていうのはトレンドの反転のところで出てきやすいって言われているものになります。はい、でそれも今一応4時間足で出てきているという状況になってます。なので根拠的にはここの移動平均線できちんと反発して、次の足でピンバーが出てきたっていうことになるので、これは結構やっぱり反発の動きになってくるんじゃないかなと思ってます。ただ4時間足単位で見てるので、まだピンバーまず出てきてからまだ2本しか確定してないですし、これからもしかしたらもう1回下試してきて、でこの200の EMA を割れてしまった場合はもう一気にこうなっちゃうのでっていう可能性もあるので、一概に安易にロングとかっていうわけではないんですけども、とりあえず根拠としてこの EMA でちゃんと反発したのと、その後にピンバーがちゃんと出現したっていうのが
あります。で、一応ダウ理論的にも4時間足で見た場合結構分かりやすいというか、なんですけど、まあ、この状況で見た場合、この辺からちょっと見た場合っていうのは、例えば、まあ、ダウ理論の根拠でトレンドの定義っていうのが、まあ、上昇トレンドの場合は切り上がった高値と切り上がった安値になるんですけども、もうちょっとこの辺かな、この辺から見ると、まあ、この時間軸で見た場合っていうのは、まず切り上がった安値っていうのは、まあ、成立していってますよね。切り上がった安値は全部成立してて、で高値っていうのも全部切り上がって成立はしています。はい。なので、まあ、このダウ理論的にはまだこの切り上がった高値と切り上がった安値っていうのをまだ崩されていないので、これが上昇トレンドはまだ継続しているっていうような意味合いになります。でプラスさっき言ったように、まあ、ピンバーが出たりとか、200の EMA でちゃんと反発したりとかっていうのもあるので、前回のここのところ、まあ、一応このエリオット見てると4波になってる動きのところで、ここのローソク足っていうのも、まあ、下に抜けてるのももちろんあるんですけども、ここの動きですね、この動きっていうのは、200の EMA を背にですね、まあ、下に行ったり上に行ったりを繰り返して結局ここから大きなリバウンドして上に上がっていってるので、まあ、やはりこの4時間足での 200EMA っていうのはある程度意識されてるものなんじゃないかなと個人的には思って見てます。まあ、なので、まあ、すごい安易ではあるんですけども、さっき言ったようにまだ200の EMA っていうのも割れていませんし、さっき言ったようにダウ理論での、切り上がった高値、切り上がった安値っていうのをまだ継続していってます。で、プラス、ピンバーも出現してるってことで、根拠的には、まあ、割としっかりはしてるので、このまま、あくまでなんですが、さっき言ったように、ここのまず、ここをきちんと割れてこない。ちょっとぐらい割れてきて確定ぐらいだったらいいんですけど、まあ、こんな感じだったら全然いいんですけど、まあ、仮にですね、こんな感じになった場合はもう完全に切り上がった安値っていうのは否定されちゃうので、そうなってくると、いよいよ怪しくは、なってくるんですけども、まあ、とりあえずまだこの動きしてないので、短期的には一旦またこの25,200ドルぐらいを目指していって、っていう動きになってくるかなと、まあ、私は見てます。まあ、もしここ割れてきたら割れてきた時の動きを考えればいいかなと思うので、とりあえずはここの落ちてきたとしても、ここの直近の安値である21,200ドルぐらいかな、だったりとか、22,300ドルだったかな、前回支えられてたとこがあるんですけど、そこをまあ割れなければとりあえずはまあ OK かなといったような、感じになってます。というか私はそれで考えてます。はい、はい、でこれ月足になるんですけども、一応月足で見ても、これも前回話したかもしれないんですけども、一旦の下落、まあ、ここの直近の戻り高値っていうのは全部まだ抜けていないんですけども、ここからの、まあ、直近の高値を抜けれず落ちてきた動きですよね。こういう動きに対して全部を打ち消すような、まあ、月足での大陽線、まあ、もちろんこの戻り高値は抜けてないんですけども、まあ、こういった動きっていうのもしてきているので、月足で見ても割と、いい動きをしてきてます。で、理想は今月中にやっぱりこの戻り高値である25,000ドル、25,200ドルより上で引けた場合、まあ、理想はここですね。ここの32,000とか、まあ、なかなか厳しいと思うんですけど、32,000ドルより上で引けた場合っていうのは、まあ、この辺ですよね。もしここで終わり値が確定した場合っていうのは、もう一気にこの上に行く可能性も、まあ、全然なくはないと思ってるので、まあ、なかなかここまで上がるのは厳しいかもしれないんですけども、まあ、一個の目安として月足も割といい形をしてるっていうのは覚えておいてもいいんじゃないかなと思います。で、これは前回も多分話したと思うんですけど、で、週足ベースで見た場合っていうのも、一応まあダブルボトムのような形を形成していってるので、まあこれちょっとここら辺が無理やり感はあるんですが、ここでダブルボトムのような形に見えなくもないので、ここのネックラインのところを抜いてきた場合は一気にまた上に行ってもまあおかしくはないかなと思ってはおります。はい、あと日足で見た時には、一応このエリオットが、まあ、今日足でも成立している状態なんですけども、日足で見た場合っていうのは、一応今5波が終わって調整波の A を作ってる段階っていうような、まあ、形になってます。で、ここが例えば今下髭で確定した場合っていうのは、このまままた上に上がるのであれば、ここの次は調整波の B なんで、382戻しであれば23,800ドル、そして、まあ、半値戻しであれば24,100ドルぐらいで、618戻しであれば24,380ドルぐらいまで上がって、また今度、まあ、調整が C って感じでもう一段落ちて、でそうすると多分イメージ的にはこの200のまた EMA がいるので、この辺までちょうど多分いるぐらいになると思うので、そうなってきた場合は C 波になって、でまた1,2,3,4,5と行く可能性もまああるかもしれないので、その辺はまあ要注目っていう感じになります。なんで、まあここのとりあえず昨日の下髭を割れてこなければとりあえずは大丈夫っていう認識で、まあ日足単位で見ても大丈夫かなと思います。
はい、じゃあちょっと今回はですね、ビットコインをメインで言っても簡単な相場解説になったんですけども、まあ一応こんな感じで今は動いているので、まあ私の考えをとりあえず動画にさせてもらいました。で、冒頭で言ったように私直通の LINE があったりとか、今5500名ぐらいの方が入っておられるディスコードで、まあいろいろ皆さん毎日話されていたりとか、まあ私ディスコードには結構顔出すんですけども、っていうのをしていたりもするので、まあ特に、まあディスコードでいろんな人と話したい方はディスコードで登録してもらってもいいですし、まあなかなかそのディスコードとか公の場っていうよりは個人でこうやり取りしたいって方は LINE の方を登録して何かとメッセージ送っていただければ私も返せるときに返させていただきますので、まあ、お気軽に送ってみてください。で、この動画を見てですね、もし分かりやすいと思えた方は今後の励みにもなりますので、ぜひチャンネル登録だったり高評価よろしくお願いいたします。あとコメントとかいただけるとすごいありがたいかなと思います。はい、それではちょっと今日はすごい簡単になったかもしれないんですけども、まあビットコインのとりあえず現状の相場解説っていう形で、撮らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。